登録されました森がこの6回から2人目上がっています。今シーズンは11試合ですが最後の1軍登板が4月16日楽天戦、そのゲームが失点にという内容でしたが西川にツーランホームランを打たれています。今日はフライとかっていうのが多くなるんで、まあ、そういう凡退が多かったんですよね。今はバットがすっかりこう内から出てて逆方向に2安打3安打今日も2安打対応ができるんですよね、インサイド3-1です。バラボールが先行しています。長身143キロ、打ち上げたセンターフライ、連続打席の出塁が6でストップしています。森友哉、山川穂高、今の場面で森ウントが3-1というカウントまで行ったんですが結果的には打ち取ったという投球。